レッドストーン兵器省はアメリカ合衆国アラバマ州マディソン軍ハンツビルの南西に位置するアメリカ陸軍駐屯地である。第二次世界大戦期におけるアメリカ陸軍の化学兵器や各種弾薬の製造に始まり、戦後は各種ミサイルやロケット砲の研究開発、試験、訓練、評価などを行ってきたアメリカ陸軍のミサイル発祥の地でもある。現在の主な駐屯組織は アメリカ陸軍航空ミサイル軍と NASA マーシャル宇宙飛行センターである。レッドストーン兵器省はアメリカ合衆国の国勢調査指定地域に指定されており、ハンツビル及びディケーター合同統計地域に含まれる。2000年現在の国勢調査結果によると、当該 CDP の人口は2365人である。日本語では他にレッドストーン兵器交渉。 レッドストーン陸軍交渉、レッドストーン交渉、レッドストーン軍事工場などとも訳される。レッドストーン兵器庫というわけも参見されるが、確かに兵器庫としての用途もあったため誤りではない。ものの現代の同交渉の実態を端的に示しているとは言い難い。レッドストーン兵器庫は、北緯34度41分3秒、整形86度39分15秒。 北緯34.68417度整形、86.65417度、3 4 6 8 4八7 8 6 6 5 4 1 7に位置する。マディソン郡の南端にあり、テネシー川を挟んで、ボーガン郡との境にある。その北側には、週間高速道路565号線と、アメリカ国道72号線が通っている。 アメリカ合衆国国勢調査局によると、レッドストーン CDP は、総面積20.4平方キロメートルであり、そのすべてが陸地である。レッドストーン兵器省は南部にテネシー川といくつかの地方水源地に関連した広範な湿地帯を含み、それらの多くは、ホイーラー国立野生動物保護区として維持されている。2000年の国勢調査によると、当該、 CDP には2365人487世帯446家族が暮らしている。人口密度は116.2人平方キロメートルである。879戸の住宅が平均密度43.2個平方キロメートルで建っている。人種構成は白人56.91%、アフリカ系アメリカ人31.67%、 ネイティブアメリカン0.42%、アジア系2.03%、太平洋諸島系0.80%、その他の人種3.34%、および根欠4.82%である。また、人口の9.30%は、ヒスパニックまたはラテン系でもある。487世帯のうち79.5%が18歳未満の子供と同居しており、 79.7%は夫婦同居である。8.8%は夫のいない女性が世帯主であり、8.4%は非家族である。すべての世帯のうち7.8%は単身世帯であるが、65歳以上の単身世帯はない。1世帯あたりの人数は3.48人であり、1家族あたりの人数は3.67人である。 人口分布は18歳未満が32.9%、18歳から24歳が19.2%、25歳から44歳が43.2%、45歳から64歳が4.6%、65歳以上が0.1%であり、平均年齢は24歳である。女性100人当たり、男性は150.5人をおり、18歳以上では、 女性100人あたり男性は1 7 0 1一人いる。1世帯あたりの年間所得は35,435ドルであり、1家族あたりの年間所得は4208ドルである。男性の平均年間所得は29,053ドルで、女性の平均年間所得は24,063ドルである。CDP 全体の国民一人あたりの平均年間所得は、 14860ドルである。およそ9.0%の家族と10.4%の住民は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の11.7%は貧困線以下の生活を送っているが、65歳以上は貧困線以下の生活を送っている者はいない。レッドストーン兵器ショーのメインゲートの看板。 アメリカ陸軍ミサイル軍とナイキ X 計画局、マーシャル宇宙飛行センターの名前がある。1967年頃、第二次世界大戦期、第二次世界大戦の世界的な戦果の拡大の中、アメリカ議会は1941年4月にメリーランド州エッジウッドにある唯一の化学兵器工場に加えて、さらなる化学兵器製造工場の建設を決定した。 科学兵器製造工場とその貯蔵施設の建設予定地としてアラバマ州ハンツビル南西のテイネシー川北岸地域が1941年7月3日に選定され3万 AC の土地が取得された1941年7月24日に新しい兵器工場はハンツビル兵器省と名付けられ 7700AC の 広さを持つハンツビル化学兵器貯蔵庫も併設された。ハンツビル化学兵器貯蔵庫は、後に、ハンツビル兵器商との混同を避けるために1943年8月10日に、ガルフ化学兵器貯蔵庫に改名されている。レッドストーン兵器商は、当初レッドストーン弾薬工場と呼ばれ、1943年2月26日に、レッドストーン兵器商に解消されている。 1942年2月から1945年7月までの間にレッドストーン兵器小地域で何件か爆発事故があり、女性を含む民間人と軍人が死亡しているが、1942年3月から1945年9月の間に4520万発以上の弾薬が生産された。 1944年5月のピーク時で6,707人の民間人が雇用され、この地区で働いていた。2000年現在の人口の3倍以上である。ピーク以後は設備の機械化が進められ、従業員の数は次第に減らされていった。建設キャロル D ハドソン対サレッドストーン、弾薬工場発の建物である131号棟。レッドストーン弾薬工場は、 アメリカ陸軍武器化の7つ目の兵器工場として、ハンツビル兵器省の東隣の 4000AC の土地に建設されることになった。レッドストーンの名は赤土の多い土地柄から命名された。1941年10月6日に、レッドストーン弾薬工場の最初の司令官である、キャロル・ディ・ハドソン少佐が着任し、レッドストーン弾薬工場の建設計画に着手した。 計画の手始めとして、そこで勤務する独身の士官のためのレッドストーン、弾薬工場発の131号棟と呼ばれる小さな建物が1941年11月11日に完成し、その建物は本部局舎が完成する1942年3月までは仮設本部も兼ねていた。その翌月には、ハンツビル地区の2つの工場と弾薬庫をつなぐ、 総延長75ミの鉄道の付設が完了した。1941年12月8日の日本軍による新珠湾攻撃に伴い、一シフト制だった建設作業は24時間体制に移行し、貯蔵倉庫、ドーム型弾薬庫、軍需品倉庫、店舗、警察、消防等の建設が急がれ、建設ラッシュとなった。 雇用1941年12月21日から原料の入手と従業員の採用を開始し、1942年2月5日に、レッドストーン弾薬工場は正式に稼働を開始した。警備上の都合と地元からの反発を抑えることなども考慮して、従業員を主に地元から採用することにしていた。地元の住民であれば顔見知りが多く、よそ者、 つまりスパイの疑いのある者の,の判別やその履歴の調査が容易であることが主な理由である。その中でハドソン中佐は当時の批判を浴びながらも女性従業員を積極的に採用し、1942年12月にはレッドストーンの生産ラインの従業員のおよそ40%は女性になっていた。 女性従業員に対するチェックのために1943年4月から女性警備員も雇われた。製造開始工場内の作業の様子。作業員に非常に女性が多いことがわかる。1942年3月にハンツビルの化学工場で化学薬品の製造が始まり、最初は発煙弾や砲弾の新幹などを生産し、チオニルクロリド、カルボニル鉄、 三、塩化ヒ素、ホスゲンなどの化合物を生産した。ハンツビルは色付きの発煙弾を生産していた唯一の工場で従業員の作業着や彼らの肌は虹のように七色に染まっていたという。特に紫色の発煙弾は染色がひどく製造環境も悪かったため従業員には一等級高い給料と皮膚の染色に対する保障が考慮されていた。 その後間もなく、塩素ガスとそれを原料とするマスタードガスの生産ラインも稼働を開始し、レッドストーン弾薬工場でも玉柄への弾薬の創薬が始まった。貨車1両分の完成した製品が、レッドストーン弾薬工場から1942年5月29日に初めて出荷された。その他、迫撃弾、手榴弾、榴弾、榴弾焼夷弾、催涙ガス弾、 ライフル用榴弾などを生産した。ハンツビル地区では製造した弾薬の試験も実施され、1943年1月には4.2拍撃弾の初の死者が実施された。1943年5月には陸軍航空隊の航空機からの消夷弾の投下試験も実施され、その標的となった模擬住宅軍はリトル東京と呼ばれていた。 自治活動レッドストーンイーグルハンツビル兵器賞とレッドストーン弾薬工場では、それぞれパトリオットとレッドストーンイーグルという大の週刊新聞を発行していた。いずれも従業員の指揮公用などを目的としていたが、発行には民間人も関わっている。パトリオットは1943年1月15日に初版が発行され、1945年8月25日まで。 レッドストーンイーグルは1942年6月15日から1946年9月17日まで発行された。また、従業員のための住居として、レッドストーンパークと呼ばれる住宅街もあり、菜園を作って、兵器商で消費される食料の生産が試みられたり、警備隊が使用する馬の飼料の干し草を栽培したりするなど、かなりの部分を敷地内で、 自給自足していた。また、業務外の活動として女子及び男子バスケットボールとソフトボールのチームがあったり、バレーボール、バドミントン及び卓球用の施設もあった。戦後、ミサイル時代オルガエヌ・トフトイー少々戦後、ハンツビルとレッドストーンの核兵器省の生産活動は速やかに縮小された。1947年にレッドストーンは待機状態に置かれ、 対戦中に使い切れなかった弾薬を保管しておくための倉庫になっていた。ハンツビル兵器所は残っていたスタッフをレッドストーンに移動させ、1949年に非稼働となった後勾配に出された。同年、陸軍兵団部ロケットセンターもレッドストーンに移転した。弾薬生産が収束し、民生用の乗用車の生産にまで転用されるようになっていた。 レッドストーン兵器賞も時期に勾配に出される予定になっていたが、1952年にレッドストーン兵器賞の司令官として、オルガー・エヌ・トフトイ大佐が就任し、化学兵器や砲弾の製造に代わって誘導ミサイルやロケット兵器の研究が本格的に始まる。トフトイが司令官であった1952年から1958年8月の 期間にレッドストーン兵器省は陸軍のすべてのミサイルとロケットの研究開発、調達、生産、保管、維持及び支給に対して責任を負うようになった。レッドストーン兵器省は1956年に設立されたアメリカ陸軍弾道ミサイル局の本拠地であったが、1960年にすべての宇宙開発関連プログラムを含むいくつかの 施設と人員が NASA に移動した。レッドストーン兵器省はアメリカ陸軍のミサイル計画の制作、開発及び試験の中心地であり続けている。レッドストーンは陸軍航空ミサイル軍の他に、戦術 UAAV 計画局、兵器弾薬及び電子機器整備学校、レッドストーン技術試験センターなどの活動が行われている。 レッドストーン兵器省は、推進装置分析と開発のための NASA の施設である、ジョージ・シー・マーシャル宇宙飛行センターのホストも務める。サターン V 打ち上げロケットは、ロケット技術者のベルナー・フォン・ブラウンのチームによって、ここレッドストーンで開発された。レッドストーン兵器省は、次のミサイル及び、ロケット兵器の開発に携わった。US ギャザティア・ファイルズ、2012 0 And &1990 United States Census Bureau,http:/www.census.gov/.go/.www.gazetter.gazet.html2011 年4月23日閲覧 ?population&housing u n i t s 1 9 7 2 1 9 9 0 エリアメジャメンツデンシティー、1990。1990、ポピュレーションハウジングユニットカウンズ、ユナイテッドステーツ、アメリカ国勢調査局。ピアニッシモ、419、2007年11月3日、閲覧。アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー。 <ッ> <f> http://factinder.census.gov2008 <acht> 年1月31日閲覧。ミッセルリー。レッ,ーーレッドストーンアーセナル。ヒストリカルインフォメーション。レッドストーン兵器賞。2007年8月12日閲覧。モネグラフス。レッドストーンアーセナル。ヒストリカルインフォメーション。レッドストーン兵器賞。 2007年8月12日閲覧、ありがとうございます。